レベル5。メガドンキュー、ムサシ。皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。今日からこのゲームやっていきます。レベル5がね、作る、そう、妖怪ウォッチとかね、稲妻イレブンとかのレベル5が作る最新作、メガドンキュー、ムサシ。やっていこうと思います。で、オンライン協力型のね、まあ、アクション RPG っていう、まあ、ジャンルですね。まあ、ロボットをね、自分好みにカスタマイズして、そのロボットで戦うみたいな感じのゲームです。まあ、実際やってみようか！行くか！もう早速だけど。アニメーション来た。ラジオ体操だ。1、2、3、4。みんな顔が大丈夫、朝焼けと顔死んでないか、あ、いい笑顔してるな。すごい目で見てるな。結構やらしい目で見てた気するけど大丈夫？よかったよかった。何もない、いつもの日常、そんなワンシーンですね。はあ、絶対なんか起こるで。ここからどうなっちゃうの？そこにあることが当たり前だと思っていた。これが主人公かな？なんとなく過ぎていく穏やかな日々。うん。毎日目にしている街の風景。繰り返される日常に。不良と喧嘩？感じられることの幸せ。美味しそう。人は失って初めて気づくんだ。何の変哲もない日々の大切さに。な、このトップページにいた人だよね。もう、だだだだだだだ、仲良し。橋の下で、なんか結構ヤンキーみたいな子が多いのかな。ねえ、なこれ新体操部かな。新体操部がある学校とか、俺分からんけどな、昔なかったな、昔の学校に。悪そうな顔してる。バカって書かれてるじゃん。結構登場人物多いな、このゲーム。把握できる、できないぞ、まだ。さあ、これ何？メガーってゲーセンみたいになったで、今。始まった。ガキーン。ゲーセンみたいなシーンだよね。いきなり来たぜ。え？来た。バトルのチュートリアル、いきなり始まったな、唐突に。来たぜ。さあ、これがこのゲームだね。操作覚えよう。うわべえ。カメラを操作したろ。ウェーイ。見回せる。最高だ。ロックオンで出てきに依頼定めろ。ガキーン。これいいね。B ボタンでジャンプです。B ボタンでジャンプ。ねえ。さあ、Y ボタンで攻撃してみよう。Y、Y、Y、Y。いいね。俺、こういうゲームマジ超好きだわ、これ。さあ、ZR でシャッキだ。ドーン。ボン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 。こんな感じかな。A ボタンを使って敵の攻撃を回避しよう。うーん。逃げる感じ。よし。うっと。L ボタンでガードしよう。ほら来いよ。ほら来いよ。ガキーンってわけでガード成功。で、次、X ボタンとかで長押しで武器ホイール切り替え。X プラス、ね、何する次、武器。ガキーン。これいいのか。あ、武器、双剣に変わった。ね、回復。回復した。急に。十字キーの上。L プラス Y。ガードブレイクアタック。おお、すげえ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 。必殺技を打て。いえ。おお、 R ボタンプラス該当する画面で、これでチュートリアル終了でーす。学んだことを駆使して戦いに勝て。いや、いきなり勝てって苦しいな。さあ、グラディ、こいつやっつけるでーす。今日俺が勝ちをもらう。ほらほら、おい、なんだお前。見せてやる。待ってよ。今日もイケイケだな。どうしようかな、とりあえず。なんかブラスター。やべ、避けられた。知ってんだろ。はい。適当ダイブドーン。かっこいい。
よし、重篤がバン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 。おい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 、遠距離にチクチク俺結構好きやぞ。いけ、もう一回行くか。俺もダイブダイブダイブ、ウェイ。よし、これ遠距離チクチク、もう一回行こう。遠距離チクチク、ふいふい。聞いてんのか、ほら。おいおい、めっちゃ聞いてるぞ。一生遠距離でチクチクしてたら勝てんじゃねえか、このゲーム。ねえ、インフェルノブラスター。ユーゴくん、まだ勝負はここからだぜ。よいしょ、またチク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 してインフェルノブラスター。よし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 、もう一回ヘクス、ヘクサロンダイブ。うわ、やばい、とどめだ、俺は食らえ。ええ、もう一丁インフェルノブラスター。試合終了、俺の勝ちだ。いつも通りの展開だな。また勝っちゃったよ。いい、俺は負けねえ。強いな、これ。今日の俺に歯向かうのは無理だ。二段ジャンプでねえ、ね、使い方もちろん練習しとかだぞ。さあ、ヨーウィーン、というわけで俺の勝ち。体力結構減らされたな、今回。お、うん、せこい勝ち方をしやがった貴様は神聖なメガロボファイター2を侮辱した。せこかった。貴様には制裁を加える。ああ、何言ってるダーゴ、熱くなんなよ。ただのゲームだろうが。てめえのプレイには愛がねえ。勝ち方がせこい場合怒られた。勝負は脳幹だ。銃撃ってたもんな。手を使おうと勝ったが勝ちだ。問答無用、お前に教えてやるよ、俺たちのイズムを。どら、おお、バカは死んでくれ。すっげえジャンプ力。この野郎、いきなりガチ喧嘩から始まっとんじゃん。あいたぞー。うわぁ、痛そう。通報しよう。あー、捕まった。第1話逮捕される。え、大丈夫、牢屋入ってるけど。いきなり、何、一大事ヤマト。路上で喧嘩、警察に補導され反省の傾向が見られず一泊。あまりかっこいい状況とは言えない。ヤマト君だね。はい、この子が。ありがとうございます。で、メガネボーイは誰だってね。僕はアサミテル。うん、君とは程遠い優等生だよ。テル君だね、この子が。アサミ、そう、テルって呼んで。おお。死にたいのか、テル。こいつもやべえやつだ。みんな急に蹴りに来たやん、アゴ。さすがだ。ありがとう。チョコおいしい。ヤマト君、ここを出たくない。一泊でいいんじゃないの？なんだ急に。はい、というわけで。さあ、これが、ストーリーのパートかな。警察署から出ようで、いろいろとできるみたいです。マップの作り方は1万円のね、こんなフィールドを歩けるみたいな感じのゲームかな。まず話を聞こうか、テル君。警察には話を通してある。やった。君は釈放だ。それともまだここにいたい？話をしている？何があったの？どういうことだよ。まあ、いいや、出るか。お邪魔しました。ありがとうございました。もう来ません。赤さ、赤白？赤木？シャバの空気はうめえ。僕が来なきゃもう一日延長ってところだったね。もう一泊ゴロゴロしとこう。楽やん、楽。恩着せがましいやつだな。で、何が望みだ。スマホも何もなかったら多分嫌だな、さすがに。でもありがとうございます。喧嘩の天才である君、お、ぜひ受け負ってほしい案件が。喧嘩の天才なんだ俺。お、任せろ。この俺に誰をぶっ倒してほしいんだ。やってくれるなら、君たち不良のたまり場、メガに来て。じゃあメガ。詳しいことはそこで。オーケーです。
なんでゲーセンなんかに。今ここで言えよ。さっきのあのヤンキー組もいるんちゃう？大丈夫？君は留置場で一泊だろ。はい。一度帰ってシャワーでも浴びてきたら。臭い？匂う？そういやそうだな。そうすか。ったく、もったいぶりやがって。学校は同じ学校なんだね、この二人。さあ、目的地とミッションゲージ。画面に表示されるアイコンは次の目的地のミッシーシルベです。画面右上にも現在の目的が表示されるので、それらを参考に物語を進めていこう。物語が進むとミッションゲージが大きく溜まり、満タンになるとストーリーが大きく動きます。だって、左下のゲージね。あ、話しかけれない人もいるんだ、おじさん。何してるの？どうも、こんにちはです。お世話になりました。失踪事件に殺人事件。はい。おまけに学生の喧嘩まで。すいませんでした。事件続きで警察も大バラバだよ。結構大規模な事件も起きてんだね。怖いな。何これ。ねえ、何もん何もんって留置所入れんの？今はいけない。さすがに気軽に行けないわな、留置所。ねえ、くまモンの親戚、ピーポくんの親戚かな、あれ。え、ここねえ、これはベニーズだって。なんか聞いたことあるような名前のね、ファミレスやな、これ。今日のランチを悩みながら歩いてたらここまで来ちゃったわ。はい、もうベニーズにしようっと。いいと思うよ、ベニーズ美味しいよね。何か事件でもあったの？警察の人たちが忙しそうにしてるのよね。なんか殺人に失踪事件。この町やばい町だよな。ファミレスベニーズ入れるね。ね、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お好きな席にどうぞ。はい、どこに座っていただいても大丈夫ですよ。樋口昭恵さんだって。座れるの？座れないけど。ここのいいっすか？相席いいですか？相席いいですか？ダメっぽいですね。ね、いらっしゃいませ。座れないので帰ります。ありがとうございました。ねえ、おう、こんにちは。この道場は昔から強者を輩出しておってな。ほう。かくいうわしも剣道五段の腕前なんじゃ。剣道すごくない？おじさん。サオトメ道場行くことはできない。こんにちは。あのじいさん、お、空手道場の前で剣道の自慢しとる。子供たちに教えてやってくれんかの。確かに空手道場の前で、ね、わしは剣道五段じゃとか関係ない話してるやん。ただの自慢おじさんだったんだ。あぶねえ、すげえ人かと思った。さあ、メインメニュー。街中で X ボタンを押すとアプリが、開きまーす。アプリは物語が進むと増えていき、一つの画面では入りきらなくなってくる。LR で切り替えれるようになって Y ボタンで切り替えれま、並びができます。で、セーブもできるだって。はいはいはい。特定のタイミングでは自動的にセーブを行う。オートセーブもできます。セーブを忘れた場合でもオートセーブした時点から再開できます。まめなセーブおすすめです。セーブスロットは3つ上がりますが、常に1つのスロットが上書きされる。別のスロットには保存できないので注意しようだって。まあ、とりあえず、おぉ、ゲーム中断しますか？だって。いや、待て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 。アプリだ。はい。アプリがこんだけあるんだね、今。連動とか。何、連動って。これはまだ何もないから、いいか。うん。データベースとか、あとクエストとか。クエスト？喧嘩の天才。来てくれ。あ、これメインストーリーだね、ここは多分。データベース。で、一大事。ヤマト。これ主人公ですね。で、喧嘩っ早い。直上型で切れると手がつけられない。だがその奥底には強い意志と正義感が眠っている。で、これがさっき喧嘩してたやつ、土方流吾。不良ぶってるが根は優しく気が小さい人情派の番長。ヤマトにライバル心を抱いており喧嘩になることが多い。気が小さいんだね、この見た目で。は、肩肘あって生きてんな。さあ、浅見てる。どこか大人びた雰囲気を漂わせる、聖護学園の頭脳明晰な優等生。冷静な判断力を持ち、戦略家として立ち回ることも多いっていう。で、すごい子なんだね、この子。はい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 。あ、まだ人いた、ここ。これオープニングで言ったなんか やらしい目がしてた人だ。笑顔が優しい。赤城町の町長。町長なんだ、この人。大間の性格から積極的に町民に寄り添う政策を打ち出し、多くの人々に親しまれている。で、竹熊重弘さんですね。よし、じゃあ進めるか。こんにちは、キッズたち。なあなあ、ん？集合の鉄人マイ読んだ？すっげえんだぜ。ほう。先週のピンチが嘘みたいに。漫画かな？多分、ジャンプとかかもしれん。ちょっと。コロコロかな？ハークまだ読んでないんだから、バラさないでよ。貸してよ、読みたいよ。
漫画は昔貸し借りしてたな、俺もよく。そう、パンやキツネ、なんか話しかけれる猫ちゃん。ドラさんだって。ね、妖怪かもしれん、実は。さ、左側とか見てみるか。あ、ここはメガだ。でも先家帰って俺風呂入んなきゃいけないんだよね。いけない。いけないとこばっかだぜ、このゲーム。さて、ここ本屋。いけない。いけないぜ、こんにちは。あいつが欲しがってる PC、高いな。あいつが欲しがってる。バイト、もう一個増やすか。秘密主義の男子。高校生ぐらいだよね。高校生で自分でバイトしてパソコン買うの偉すぎるでしょ。赤もんは、赤もん。みんなに愛される商店街のマスコットだもん。クマもんや、これ。ほんとだもん。パクリあかんで。ヘアサロンアップグレード。人多いな、結構。今日もいい天気だね。ほう。洗濯物もカラッと乾きそうだよ。天童初音さん。これもアニメーションであったお店だね、ここ。え？ここは？自分家じゃない。なんだなんだ。どこ行ったんだ、今。ん？ニュースが来てる。今月に入って、二人目の失踪者が出ました。あら。行方不明になったのは、いずれも20代から30代の男性で。やっぱ気をつけなきゃね、俺たち。ね。学生には関係ないんじゃないの？驚いてコーヒー先生にかけちゃって。笑い事じゃないぞ。先生怒ってるで。それはかなりまずいじゃん。アスナだから笑って許してもらえたけどさ。そんな可愛いからって俺許すかな、コーヒーかけられたら。そういうところはどんくさいよね。何をひどいな、もう。サキちゃんとアスナだ。アスナは俺が守る。いやいや、違う。普段から完璧すぎなんだから、それくらいが人間味あっていいよ。ん、なんか一個飛ばしたかな、今。じゃあね。ね。私、こっちだから。まだねー。うん。じゃあ、また明日。学生、二人の学生のね、なんか、かわいいやりとりでした。大特価って書いてある、気になるな。あの子はなんだ？違います。何、女の子見繕ってんの？違う。違う。ジョージ。あら、これアスナがさっきの、これって。あの子は？おお、彼女ならアーシェム様のイメージにぴったりかと。そう。なんだ？うおお、変な能力？なんか腕ついたけど。我々の記憶に転写されているテラー氏の言語で対話も可能ですので、緊急時には対話にてご対処。どうした急に。わかりました。え、なんかチェンジ的な。気をつけください。戦士を抹殺する。え、乗っ取りだよねこれ、今の完全に。なんかもう何が起こってんの。あれ、ここどこ。ねえ、これドンキやん。ドンキドンドンドンやん。ねえ、ベンバー、うん、安すぎる年金暮らしにはありがたいが。年金暮らしにはありがたいが、利益は出とるのか。やたら安い店あるよね、ほんと。俺も気になるわ、そういうの。あ、ここか。ここの奥行ったからさっきのとこ行ったんだね。ストーリーはなんかこんな風になんか黄色いマーク出てんだ、ストーリーの行き道は。たまに遠出しようと思って計画を立てるんだけど、なぜだか毎回行けなくてね。不思議。わかるわ。でも不思議な体験をした男性って書いてあるけど、だから急に仕事入ったりするんだよな。俺も旅行行きたいなと思っても。連続殺人なんて怖いわね。早く犯人捕まらないかな。ね、まだ俺このゲームがどんな感じのゲームなのか全然掴めてないんだよね、本当。なんかロボットと戦ってもうゴリゴリ戦う系かなと思ったんですけど、なんかこういった物語、街の中の移動パートが結構多いのかなっていう感じで。なんかこれひまわり園入れたけど、急に家に入ったで俺。ご飯は何かな。大丈夫？また園長先生のカレーが食べたいな。美味しいのかな。いろんな店入れないのに、なんか急に幼稚園だけ入れたんだけど。こんにちは。そろそろ食材の買い出しに行かないと。はい。近くにベンハーがあるから大助かりですよ。ドンキね。激安の殿堂。僕も大きくなったら兄ちゃんみたいな強い男になるんだ。俺って有名人なんかな。うんうん。うん。今日も子供たちは元気だね。こんな日がいつまでも続いてほしいよ。
あれ、土方みなえ、土方ってねえ、主人公のさ、一大事ヤマト君のライバルのねえ、ヤンキーの、ヤンキーと同じ名字だけど。子供の声はいいですね。ね。聞いていると、元気を分けてもらえたような、そんな気になりますよ。キャッキャってね、俺も子供好きやからね、若干わかる。さあ、主婦たちの会話、どうも、奥さん。世の中、なんだか物騒で怖いですわね。わかるわかる。お宅は防犯対策、何かされてます？セレブな感じに話す主婦でした。主人が、俺が守ってやるからって言うんですけど、なんだかそっちの方が心配なんですよね。テキパキこなす主婦。旦那が、でもかっこいいや、俺が守るってね。いい意味、多いな店、ここの入れるところ。また留守か。今度は違う時間帯に来てみるかな。営業の会社員、迷惑なんで来ないでください。でも留守します。出た女子高生。ひまわり園は児童養護施設なんだよね。幼稚園って勘違いしてる人が多いみたい。勘違いしてました、すいません。養護施設なんだあそこって。へえ。あ、自宅ここだ。ここヤマトの部屋だけど、能力開発センターで何これ。とりあえず自宅行くか。自分の家です。一人暮らししてんのかなこれって。わかんねえ。来たぜ、自分の部屋。いい部屋。ただいまーって。誰もいないか。一人暮らしじゃなさそうだね。家族と住んでる。妹がいるのかな？パパ、ママ、妹。またやっちまった。ごめんな、みんな。また喧嘩しちゃったって。すぐ殴っちまう。すぐ殴っちまう。喧嘩っ早くてごめんなーって。なんだ？あか！どうした？足つった？お兄ちゃん。え？お兄ちゃん。ミナ。あ、これ昔の回想シーン。ミナ。火事があったのかな？お兄ちゃん、助けて。え？何？巨大ロボか今のシルエットは。またか。ミナは火事で死んだはずだ。殺されたわけじゃない。なんでこんなものを見るんだ。俺の頭はどうかしちまったのか。妹火事で死んでんのか。で、か、なんか一軒家っぽいとこ住んでたのにな。なんかさっきのシーン。ヤマト？いる？誰？ヤマト？誰？キヨカか。これは多分幼馴染的な。来た。顔色悪い。可愛い子だ。もしかしてお腹減ってる？私ご飯買ってきたんだ。腹減ってねえよ。帰れ。なんでそんなツンケンしてんの？腹減っとるやないか。多分シャワー浴びてないからね、気にしてるだけかもしれない。めっちゃニコニコやん。食った食った。帰れとか言ってた顔じゃないぞそれ。お腹空いてたんじゃん。でもすごい食べっぷりだったね。せっかく買ってきたんだしもったいねえだろうが。もういい加減子供みたいな喧嘩やめてよ、うん、バカ喧嘩してたもんな。男にはなどうにも引けねえ時ってのがあんだよ。ただの意地の張り合いでしょ。もう次は絶対やっちゃダメだからね。聞けない時があんだよって。なんか喧嘩すげえつまんねえ理由だったけど、まあ喧嘩売られた側だけどさ。次？え？何？そうだ、こうしちゃいられねえ。ゲーセン行かなきゃ。メガに、メガーって。メガで喧嘩しに行くん。元気になったみたいだし、私はもう行くね。ありがとう。ありがとうな。あのさ、うん？街を歩いてたらさ、また感じたんだ。何？何を？なんか違うっていう感覚、違和感っていうのかな。どうした急に。この街ってなんていうか偽物って感じ。どうしたん急に。なんかこの街偽物って感じ。え、大丈夫かな。うん、わかるわかる、言っとく。中学生2年生と中2病みたいな感じじゃないそれ。偽物？うんうん、いいの。じゃあまたね。急に意味深なこと言っていくな。違和感。偽物。
確かに俺も似たようなもんを感じているのか。なんかよくわかんねえ感じ。そろそろ時間か。OK。メガに来いって言ってたよな。いや、メガ行くか、とりあえず。メガで、何すんだろう。ゲームバトルがあるのかな。さあ、マップ画面とファストトラベル。Y ボタンを押すとマップ画面開いて、今いる場所へ行きたい場所を確認できる。モンド型やクエストの目的も表示されるので、迷った時はマップ画面を開こう。さらに、マップ画面ではファストトラベルができる。行ったことがある場所であれば、カーソル合わせて A ボタンを押すと瞬時に移動できまーすっていう。マップボタンで Y を押すとプレイスリストからも行き先を選択できるっていう。さあ、右下のゲージがぐっと増えましたね。これ実質。うん。いや、部屋1個しかないから、これ、一人暮らしじゃないの、これって。誰もいないか、言ったけど。家族と住んでんのかな、どうなんだろう。ちょっとわかんねえ。ああ、で、マップボタン、Y ボタンでちょっと行ってみましょうか。おお。で、行くべきところは、ここの東口の、西口、東口あたり。ねえ、ちょっと行ってみるか、ここに。メガだっけ、確かゲーセン行くのは。結構移動はだいぶ楽っぽいね、このゲーム。来たぞ。よりによって待ち合わせがいつものゲーセンとはね。ゲーセン最高。うっす。おばちゃん、ジュース。なんかご飯ない？お、ヤマト、ご機嫌だね。初音さん。あ、ちょっと楽しいことがありそうでね。なんだろう。喧嘩かな、ゲーセンでやんのって。ねえ。彼がテラーシュの戦士。確実に殺す。殺されるの？なになになに、怖すぎるだろこのゲーム。簡単なことよ。え、背中からナイフを差し込むだけ。物理。間違いじゃないよね。アーシェル様、間違いありません。間違いありません。サーザンと、このサーザン、なんか展開がわからん。システムに侵入し得た情報によると、そのものは条件を満たしています。いずれは戦士になる存在、暗殺対象者です。なんか強い男になるってことね。テラーシュを殺すのに迷う必要などありません。速やかに処理するのです。シェルターとか、なんかよくわからない用語出てくるよね。なんかシェルターの中なんかな、ここって。もしかして全然わからへん、世界観がまだ。何？一大事だよ。何？なんだこの声。一大事くん。ん？逃げて。逃げるの？この声。走れ。刺されるぞ。あ！やばい。よっほー！お？来た。土方龍吾。隠したナイフ。逃げ遅れて警察にとっ捕まった間抜けな奴がいるぞ。肩すごいな。ねえ。でかいな、こいつ。てめえか。話しかけんな。仲いいの、こいつら。おやおや、誰かと思えば、虫上がりの一大事ヤマトさんじゃねえか。ああ留置場だったご。捕まってなきゃ、お前ら全員病院送りだったんだから。喧嘩すんな、お前ら。もう釈放されたのが早かったじゃねえか。セボゲ、ほら、トゲ、急いでんだ。こっちもお前の相手をしてる暇はねえんだよ。柄悪いでよ、バカだな、このゲームな。喧嘩ほどほどにしとけよ。いた、同じ方角いたぞ。でもな、よかった、危なかった、刺されなくて済んだ、今。マジ、怖かった、いなくなってる。怖え、とりあえずゲーセン行こうぜ。ゲーセンは多分ここら辺をね、あったあったあった、ゲーセン。いや、同じとこ来たんだけど。なんだてめえ。ついてきたのが。ストーカーやめろよ。こっちのセリフだよ、こら。二人とも、その辺にしとこうよ。さあ、浅見てるくん来た、てるくん。ヤマト龍吾、てる。てるさんよ、さっさとその手ごわいやつとやらのところに案内してもらおうか。はあ、お前も二人で依頼されたん、これ、二人とも。こっちだよ。なんだ、なんか裏路地行くの？怖っ。もう、ついていくか、とりあえず。商店街、表通り、裏路地へ行けるようになった。目が入れないの？目がは入れた。目が。なんかヤンキーおるやん。この赤城町には、謎の凄腕ゲーマーがいるんだ。
店の筐体のランキング1位は全部そいつさ。暇人ランキングやろ。すごいなそれ。うわ、またハイスコア更新されてんぞ。へえ。誰なんだこの大沢ナインって。俺かもしれん。違うかな。ついつい本気を出しちまったぜ。こいつやん。さて次はどのマシンで遊んでやるかな。幼い誠大沢やんこいつ絶対。ネタバレ早いって。じゃあせーえいっす。佐沼光一さん、なみやる気ない点やな。ねえ、いや俺もゲームしたい。帰るか。さあ裏路地行く前にもうちょっと話しかけよう。坂東製菓店さんのお花長持ちするから安心して買えるのよね。製菓店、お花屋さんね。わかるわ。うちもしょっちゅう坂東さんのところでお世話になってるから。俺花買ったことないんだよな。すごい な飾るのかな。ここだね、坂東製菓店。どうしたキッズ。お見舞いに行くからおばあちゃんが好きな赤いお花を買いに来たの、うん、あーね、お見舞い用か。いらっしゃい。お、坂東さん。予算に合わせた花束のオーダーも受け付けているよ。赤いバラの花束を。うちの花たちは長く咲いてくれると評判なんです。店長の方針で手入れが行き届いてるからなんですよ。花巻会で奥さんかと思ったら違ったわ。ね、アルバイトかもしれん。店員さんがただの。よし、じゃあ裏路地入ってみようか奥へ。なんだこれ。どういうことだ。テル、うん。何、俺たちボコボコにしたいんかこいつら。囲まれてるけどいきなりすげえ柄悪い人らに。最初からうさんくさいと思ったぜ。だ、顎にキックしようとしたしなこいつ。はめられたんだよ。大方俺たちがボコっとやつらの仕返しってとこだろ。なるほどね。ここで潰してやるよ。もう柄が悪いな、このゲーム全体的に。ビビんなよ。行くぞ。ビビってなんかねえぜ。いきなりなんかライバルが味方だったぞ。早えぞ展開として。来やがれ。格ゲー始まる急に。俺パンチキック。あ、いや強っ。やるじゃねえか。そっちもな。瞬殺かよ。これで終わりだと思った？え？まだまだ来るよ。なーに？まだまだ来る？なんだ？なに？機械みたいだったけど、なにこれ？ロボットか？第2ラウンド開始。ロボットやけど、なんか顔のセンスが。いや、強いのもしかして。いや、やられとるでこれ。マジかよ。だからビビんなって。あれれ、あら、喧嘩のプロであるヤマト君がその程度。すごい煽ってくんだ。どうしちゃったのかな。煽りが稚拙やこいつら。俺たちの動きは読まれてる。データ喧嘩だこれ。機械や。前半の立ち回りを分析しやがったか。だったらどうすんだ。このリズムに合わせて戦うぜ。どういうことやで。俺の趣味じゃねえけどな。どういうことや。攻撃のリズムが変わって読まれなくなるってことか。そうなの。音楽ってすげえだ。やっぱビートを刻め。ああついてこいよ。稲妻イレブンでもあったな。はい、パンチじゃ強い。これ勝てんのかこれで。機械壊して大丈夫。高そう。まあ、襲われてるからな。ほんとかっこいい BGM ですねこれで。よっしゃ、片付いたな。よーし、次。なかなかやるじゃん。うん、まだダメ。まだ来るの。なんか来た。また背の高い人。うわ、またなんかロボットやった。アンドロイドだって。うわワンパンやんけ。リュウゴどっか行ったけど。
やっぱ喧嘩バカのレベルってその程度だよね。なんだこいつ程度だとめっちゃ怒っとるやん。いっとくぜ。どこから持ってきたその鉄パイプ。俺の価値は俺が決める。うわあ、腕がめっちゃヒビ入ってる。いけ。わあ、ぶっ壊した。すげえ火力。武器持ちオッケーってやつね。うん、ほう。反則的な倒し方だな。おい、どこったん龍国。どんな手を使おうが勝ったが勝ちだ。龍国怒るで。さて次はお前だぜ。パンチしようぜ。パンチ。二人ともおめでとう。何？の？うん？最終テスト無事クリアだね。急に何？最終テストって。何？どういうことだ。一発パンチといた方がいいんちゃう？ちょっと君たちの力を試させてもらったよ。偉い人たちがどうしてもってうるさくてね。なんか戦士の素質があるってなんか言われてたじゃん。なんだ。それに関係するのかな？ナイフで物理の力やばかったけど。欲しいところがある。どこ行く？俺もっとロボットバトルでしたいな。行っちゃったよ。さあ時間帯と、時間変更。街の中を散策していると時間が経過して夕方や夜になることがある。時間帯が変化すると街の中で話す人や居場所が変わったりするぞっていうね。え、現在の時間帯は画面左上のアイコンで判断できます。で、時間変更アプリからも変更できる。だって鍵マークがついている時は変更できないよっていう。なるほど、ゲージがちょっと増えた。時間変更アプリ、あ、これだ。で、今変えられるんだ、これで。ほう。わーお、猫かわいい。ミーコー。ミーコーと、なんか500クレジット拾った。お金落ちてることもあんだ。ハイビル、いけない。なんかお金を、さっきからお金めっちゃ落ちてんだけど。ここは。あー、出てきた。だってもう一回ぐらい戦闘してから終わろうかなと思ったんですけど、ちょっとパート1あまりにも長くなりそうなので、一旦ここ辺で区切っておきましょうか。さあ、メガトン級武蔵。なんかね、今やってる感じ、喧嘩っ早いヤンキーたちの物語なのでしょうか。ねえ、もうちょっとまだ全体はつかめておりませんので、ですが、一応ロボットを使って何か、地球を救うみたいな感じのゲームだと思います。なんでね、ここからどっかなんかすごい急展開が来ると思いますので、お楽しみに。それではまた次の動画でお会いしましょう。おつぱよう。